5.25インチフロッピーディスクに収められたマイクロソフトゼネックス一1.00ネックスとはマイクロソフトによって開発されたユニックスである。1981年の最初の発表時はバージョン7ベース、後にシステム3、システム V に追随し BSD 由来の機能も積極的に実装した AT&T からライセンスを受けた世界最初の商業ベースのユニックスでもある。 仮想記憶すら持たない8086、数メガバイトのメモリ、ハードディスクなしという現在では考えられないミニマムな環境で動作することが可能だった。ゼネックスのライセンス自体も低価格で提供されたため、1万ドル以下でのシステム構築が可能であり、小規模向けユニックスサーバー、ワークステーション、MS DOS のクロス開発環境、教育、ホビー、機器制御、 などの分野で広く利用された。日本でも NEC が当時国内で主流だった PC-9801 用に移植した PC-UX が市販された。この日本語版 z ック x は CUI コンソールにおいて標準で日本語の表示及び入力に対応しているのが特徴である。また富士通の FM-16 ベータなどにも日本語 z ック x が提供されている。 当時スーパーマイクロコンピュータと呼ばれたザイロング Z8001、モトローラ MC68000 用のサポートも発表、販売されたが、商業的に成功することはできなかった。そのため、ゼネックスといえば1983年に SCO によって8086シリーズに移植、販売されたものを指すのが一般的である。1984年、 マイクロソフトは権利を SCO に移した。これはハイエンド OS としての OS にへの注力が決定したためと言われる。ただし、マイクロソフトはビル・ゲイツ自らがシステム V 準拠板の提供を発表するなど、その後も高い影響力を持ち続けた。MS DOS よび Windows 95、98目のカーネルには、 ゼネックス互換のシステムコールが残されている。一方の SCO は長らく SCO ユニックスブランドで開発、販売を続け、今ではゼネックスの面影はなくなったものの、いわゆる PC ユニックスの商業プロダクトの一つとしてオープンサーバーファミリーを市販した。ありがとうございます。